イリサ春夜4月26日から1944年6月19日は日本の海軍軍人。戦死による二階級特進で最終階級は海軍少将。鹿児島県出身、郵便局長イリサ春将の息子として生まれる。鹿児島に中を経て1924年7月海軍兵学校を卒業。翌年12月。 海軍将尉に任官。1928年12月から翌年11月まで、第19期飛行学生として学んだ。日中戦争時から立候補隊を率いて、多大な戦果を上げ、その技量と、傭兵から、立候補の神様海軍の司法と言われた。常に指揮官戦闘を実践し、部下からも、上司からも絶大な信頼を寄せられた。かのや飛行長で、 太平洋戦争海戦を迎え、南方進行作戦に活躍。その後、海軍兵学校教官として内地へ帰還するが、1944年3月、再建された、機動部隊の第601海軍航空隊、司令兼空母大砲の飛行長として、新鋭空母大砲に乗り組むことになる。第1機動艦隊司令長官の小沢寺三郎。 中将を立っての希望で異例の人事であった。顎作戦発令後、マリアナ沖海戦に臨むが6月19日、大砲が爆沈した際に戦死した。戦死から約半年後の1944年12月4日、戦死時に遡って一度は一階級進級で、海軍大佐に任せられたが、さらに約2ヶ月後の1945年1月31日に、 さきの進級は取り消され、二階級特進し、海軍少将に任ぜられた。ありがとうございます。